タトラ級駆逐艦は第一次世界大戦時のオーストリア・ハンガリー帝国海軍の駆逐艦の艦級。同系艦6隻が建造された。本級はアドリア海を挟んで退治するイタリア海軍に対抗して建造された駆逐艦である。イギリス海軍のトライバル級駆逐艦の影響を受け、30キロトン級の速力発揮を目指して、主機官に蒸気タービンを採用した。 第一次世界大戦のアドリア海域での戦闘は、高速艦艇や潜水艦によるものが主体となり、本級各艦も各地の機動作戦に使用された。全球のふさわる旧駆逐艦は、平ら艦艦型戦隊で、船首艦艦を顕著なタートルバック型としていた。本級ではしのげなみ性の向上を図り、戦隊全部を艦艦一層分高めた選ロ牢型とした。 選手廊甲板上に1 0トル炭素手法1機を搭載。選手廊後端に露天環境と簡素な防衝構造の前、小柱がある。環境工法の上甲板下は間室区画で、甲板上には4本の煙突とキセル型の通風筒があった。煙突付近の原則にはボートダビットが設置され、探偵が経由された。後看板上には、 防晶構造の水ンがあった。2番4番煙突及び水ン付近両原の甲板上に 7cm 単装砲を片原3機ずつ計6機配置した。船体後部中心線上には4番煙突後方に 45cm 連装魚雷発射管1機、水ン後方に2番 10cm 単装手法が配置された。タトラ級の模型。本級の主砲には シコダ社製、計1 1型10センチメートル砲が採用された。この砲は、自国の軽巡洋艦、ヘルゴラント級の手法にも採用されている。その性能は、26.2キログラムの砲弾を使用した倍行角14度で、射程距離1万1000メートルであった。これを棒立てのついた単装砲がで前後甲板に、各一機を搭載した。 旋回と不要は主に人力で行われ、方針の行角18度、深く4度で、砲側左右に180度旋回できたが、実際は上部構造物により社会に制限があった。発射速度は毎分8から10発だった。他に耐水雷低用などのため宿打製 7cm 砲6機を搭載した。水雷兵装として 45cm。 連装魚雷発射艦1機を装備した。本級は、ヤーロー式石炭戦勝水艦艦6機とアイグ、カーティス式直結タービンを採用した。タービン機関2機による二軸推進で、最大出力 2500SHP を発揮し、最大速力32.6ノットを得た。ありがとうございます。